と堂林の打球が伸びていって、そのままスタンドまで。今日チームが苦しい中で一番に起用された堂林、前回の柳との対戦でもホームランを放っている、その男が今日も第1打席初球をホームラン。カープが先制しました。今日の森下柳、どんな投げ合いになるかという中で、まさにガラッと空気を変えたこの堂林の一打。チーム状況が苦しい中で、あの堂林の一発がね、よし生きるぞということをカープ内にも思わせてくれた、そんな一打だった第一打席です。そして2打席目もヒットを放って3打席目です。これもレフト線伸びていくが、あどうかな、入っている、入っている、ホームランだ。すごいライナーでした。堂林は二塁で止まってまた駆け出しました。審判は、ね、入っているというジェスチャーをしていました。ホームランです。今日2本目スタメン起用の堂林が見せてくれました。ただリプレイ検証が入りそうですね。ホームランの判定、これで2ホーマー。